それでは始めさせていただきます。今日はコバルトストライクの話をします。 VMware カーボンブラックの春山と申します。スレッドアナリシスユニット TAU と呼ばれるアメリカのリサーチチームにリモートから参加して働いています。今日のプレゼンの構成をお話しする前にまず一つクイズをしましょう。こちらとある IP アドレスを VT で検索した際の画面になっていますが、ゼロ検出になっています。この IP アドレスは本当に無害でしょうか？実はこの IP は、その当時稼働中だった HTTPS のコバートストライクのチームサーバーになります。これは去年末に作った資料なので、すでに検出されているかもしれません。それではこちらについてはどうでしょうか。こちらも DNS プロトコルのチームサーバーになります。なぜわかるのかというと、インターネット上にある稼働中のコバルトストライクチームサーバーをスキャンして見つけているためです。ご検知がないやり方なので 100% の確信を持っています。なぜそういったことをやっているのかというと、レピュテーションに頼る C2 の IOC ではタイムラグがあるからです。稼働中のフレッシュな C2 は先ほどの例のように大抵ゼロ検知になります。特に標的型攻撃では IOC の共有タイミングが遅いことが多いので、もっとリアルタイムに脅威を捉えたいと考えていました。また、これは個人的な事情ですが、組織のシステムに依存しない独自のテレメトリーを持ちたいと思っていました。実はこれまでハイド7のネットワイヤーやWinNTI については、その C2 をスキャンするリサーチをやっていましたが、今回はより多くのアクターに使われるものということで、コバルトストライクをターゲットにすることにしました。それでは今日のプレゼンの構成です。まず最初に、コバルトストライクが扱うプロトコルについて、その詳細な解説結果を共有します。次にその解析結果に基づいたスキャナーの実装についてお話しします。その後、そのスキャナーによって収集した脅威情報の活用事例を示した後に発表をまとめたいと思います。それではコバルトストライクの各プロトコルについて説明していきます。まず最初にコバルトストライクの簡単な利用の流れについてご説明していきます。まず最初にコバルトストライクのユーザーは、チームサーバーにパスワードを入力することによってログインします。その後、ターゲットに対してダウンローダーであるステージャーを実行し、そのステージャーがラットであるビーコンをダウンロードして実行します。で、ビーコンはチームサーバーからタスクの情報を受け取って、タスクというのはコマンド情報のことですが、それを実行します。そしてその結果を返します。また、コバルトストライクでは、ビーコンが別のサードパーティーのクライアントから、サードパーティーの C2 を通してチームサーバーと接続するためのエクスターナル C2 と呼ばれる仕組みも持っています。今回は、このチームサーバーの周りの4つのプロトコル、クライアント認証、ステージャー、ビーコン、それからエクスターナル C2 について、詳しく解析していきたいと思います。分析したバージョンは 3.13 から 4.2 まで。で、使用したツールとしては、チームサーバーにプロキオンデコンパイラー、ビーコンやステージャーシェルコードなどのバイナリーに対してはアイダリースアセンブラー、通信データにはワイヤーシャークを使いました。それではここからクライアント認証プロトコルについて説明していきます。クライアント認証プロトコルは TLS を通したパスワード認証になっていまして、デフォルトのポートでは5050を使います。そのフォーマットは単純でして、リクエストのパケットは先頭シグネチャービーフ、次にパスワードのサイズ、で、ペイロード256バイト、先頭がパスワード、残りがパディングのデータになっています。それに対して、チームサーバーの方でパスワードが正しい場合には ZeroxCAFE を返し、正しくなければ0を返します。という単純なものです。それでは次にステージャープロトコルを見ていきます。HTTP と
HTTPS のステージャーは、Team サーバーにチェックサムエイトルールと呼ばれる条件を満たす文字列を URI パスに含めて GET リクエストを送ることで、ビーコンを含むシェルコードを取得します。具体的には、このような4文字の文字列になります。どうやって作っているのかというと、各文字列の文字を数字にした合計、それを256で割った時の余りが93の時には64ビットのシェルコード、92の時には32ビットのシェルコードを応答として返します。コバルトストライクのユーザーは、マリアブル C2 プロファイルと呼ばれる C2 の設定のところで、そのステージャーの URI を自由に設定することができますが、実はその場合でも、このチェックサムエイトルールを使った URI パスを指定したことによるシェルコードの取得はできてしまいます。この件に関しては、開発者によって2年前に公開済みの情報になります。一方で DNS ステージャーは、テキストレコードをリクエストすることでシェルコードを取得します。DNS ステージャーの方では32ビットのみをサポートします。テキストレコードは255バイトしかないので、複数回リクエストを送っていたバイナリを結合することになります。そのクエリのホスト名としては、オフセットアラス3文字、プラスステージ、プラス所有するドメイン名となります。なので、例えば、AAA ステージホニャララ、BAA ステージホニャララ、CAA ステージホニャララというふうにインクリメントしていきます。バージョン 4.1 以降では、C2 プロファイルで任意のサブドメイン、を指定することが可能ですが、この場合でも元々のルールであるこのドットステージを使ったシェルコードのダウンロードは可能です。おそらく開発者はインターネット上のチームサーバーの情報を収集したいのではないかなと思います。で、各バイナリの結合をシェルコードがセパレーターの後ろにあるネットバイアスエンコードされたビーコンをデコードして実行していきます。バージョン3までは DNS は HTTP とのハイブリッドプロトコルだったので、仮にステージャーに DNS を選択したとしても、HTTP も動作している状態になっています。一方でバージョン4以降では、ステージャービーコンともに完全な DNS 実装になっています。それではここからビーコンプロトコルについて見ていきます。各ビーコンプロトコルの説明に入る前に、共通の基本的な流れ、使用されるデータ構造、暗号化アルゴリズムについて触れたいと思います。まず最初に基本的な流れとして、ビーコンがセッションメタデータと呼ばれる感染端末から収集した情報をチームサーバーに送信します。HTTP や HTTPS では設定に基づいて定期的に送信しますが、DNS の方ではサイズの制限があるので、明示的なコマンド実行が必要です。なので定期的に送信するのはビーコンの ID のみになります。で、チームサーバーの方ではそれに対して応答しますが、コバルトストライクのユーザーが実行させたいタスクと呼ばれるコマンド情報があった場合には、それを含めて応答します。で、ビーコンの方ではそのタスクの情報を受信したら、タスクを実行して、その結果を返すという流れになっています。セッションメタデータの構造は、バージョンの更新に伴ってカジュアルに変化していまして、具体的には可変調データ、主に可変調データが減る傾向にあります。この一番最後のタブ区切りの文字列が 3.14 のメタデータではこれだけありますが、4.0 ではこれだけ、4.1 以降ではこのようになっており、その分、固定調のデータとして外側で定義されるようになっています。また、セッションメタデータの中には、ビーコン ID と呼ばれる感染端末を1位に識別する情報が入っています。それから、セッションシードと呼ばれる16バイトのランダムなデータが入っていまして、こちらはタスク情報の暗号化に使われます。で、このセッションメタデータ自体も RSA の公開鍵で暗号化されます。ちなみに 4.1 以降で OS のビルド番号や API のポインタ情報が加わりました。で、各メンバー、数値に関してはビッグエンディアンとリトルエンディアンが混ざっているので、各名前の先頭にビッグ、リトルをつけて区別しています。
この定義では。では、ビーコンプロトコル共通で使われる暗号化について説明します。先ほど説明したセッションシードがセッションメタデータに追加されて、コンフィグから抽出された1024ビットの RSA の公開鍵で暗号化されて、チームサーバーに送られます。チームサーバーの方では、RSA の公開鍵を使って複合化し、そのセッションシードを元にして、2つの鍵を作ります。そのシャーニゴロを計算して、前半16バイトを AES-CBC モードのキー、後半16バイトを HMAC シャーニゴロのキーに使います。そしてもしユーザーが実行したいタスクがあった場合には、そのタスクの情報を AES で暗号化し、その暗号化されたタスク情報の HMAC を計算して、その末尾、16バイトのみをその末尾に加えます。そしてビーコンに返します。で、ビーコンの方では、同様のやり方でセッションシードから鍵を生成して、データを検証して、複合化して、タスクを実行していく。というふうになっています。このような共通のデータ構造、暗号化の仕組みの上で各プロトコルが動いていくことになります。HTTP と HTTPS のビーコンは、デフォルトではセッションメタデータをゲット、タスク実行結果をポストで送信します。コバートストライクのユーザーは C2 プロファイルを使って、リクエストメソッドや URI パスやパラメータ、ヘッダーの値、送信データのエンコーディングなどを指定します。一方でアナリストの方では、マルウェアと書いてますが、ビーコンに含まれるコンフィグをパースすることで、その設定を把握することができます。この例では、コンフィグの中に、セッションメタデータを使いますと、ベース64でエンコードします。それをヘッダークッキーに加えます。ということを指定しているので、実際に通信のデータを見ると、その通りになっていることがわかります。コンフィグの詳しい構造については、後で述べます。DNS のビーコンは、A レコードをリクエストしてタスク実行をポーリングしていきます。その際のホスト名は、ビーコン ID プラスユーザーが所有するドメイン名になっています。で、通常、チームサーバーの方では C2 プロファイルの DNS アイドルと呼んでいる値を応答しますが、デフォルトでは0000ですが、ユーザーが実行させたい、コバートストライクのユーザーが実行させたいタスクがある場合には、その値を、の4オクテット目を DNS ビーコンのモードに応じて X とはした値を返します。実は DNS のビーコンはタスクダウンロード時にいくつかのモードを持っていまして、バージョン3の場合には DNS の A レコードを使ってリクエストし、サブドメインに CDN という文字列をつけます。バージョン4の場合にはテキストレコード、サブドメイン API。で、HTTP のモードもありますが、こちらについてはバージョン3までで、バージョン4からは廃止されています。で、その具体的な XOR する値の計算方法は、ベース値を240として、セッションメタデータの送信が必要かどうか、で、あと各モードに応じて数値を足していきます。この例では、通常0000を返していたのが、000243となっており、これはチームサーバーがセッションメタデータの送信と、タスクのダウンロードをテキストモードで要求していることを意味します。その場合、サブドメインに API をつけて、ビーコンではそのタスクの情報をリクエストします。で、そのテキストレコードを実際に使う前に、A レコードをリクエストしまして、それによってタスク情報のデコード後のサイズを取ります。で、その後、実際にテキストレコードで、その中に入っているタスク情報を取り出していきます。また、データの送信についても、それぞれサブドメインをつけて送ります。セッションメタデータの送信の時には www、タスク実行結果の送信の時には post を先頭につけます。ちなみに、両方とも DNS の A レコードのリクエストとして送信します。ユーザーが送信するデータの内容はどこに含まれているのかというと、このサブドメイン、ポスト以降、この場合だとポスト以降のサブドメインの文字列がユーザーが送信しているデータになります。詳しく見ていくと、
この例では、先頭の文字列ポスト、次にデータに使われているサブドメインの数を表す1文字プラスデータ。なので、この場合は、そのユーザーがデータとして使うサブドメインは1であることがわかります。で、その F4 から F9 までがユーザーが送信するデータになります。こちらのデータに関しては、暗号化データを HEX 表現しただけのもので、特にエンコードはされています。残りの DNS のキャッシュデータ ID というのは、ビーコインのレスポンスをキャッシュしたものをチームサーバー側で解決するための ID で、さらにその後にビーコン ID をつけて送ることになります。それでは最後にエクスターナル C2 プロトコルについて説明します。先ほどのプロトコル外観で示した通り、エクスターナル C2 の場合は、ビーコンからサードパーティーのクライアントの間を名前付きパイプで通信し、サードパーティーのクライアントからサードパーティーの C2 をユーザーが自由に決めていいプロトコルで通信します。で、そのサードパーティーの C2 からチームサーバーまでは TCP を使うことになっています。具体的にはフレームと呼ばれるシンプルなフォーマットを使います。先頭に4バイトのバッファサイズプラスそのバッファの構造です。通信開始時にキーイコール値の文字列バッファを含むオプション情報を送信して、例えばアーキテクチャが何かとか、名前付きのパイプの名前が何かというのをチームサーバーに伝えます。で、その後、サードパーティーの C2 が Go フレーム、文字列に、データに Go を含むフレームを送信することでビーコンをダウンロードします。実は、このオプション情報を送信せずにいきなり Go を送ってもビーコンを取得することができます。その後、セッションメタデータやタスク情報とその結果のやり取りについても同じフレーム形式でやり取りされていきます。それではここまでのプロトコルの分析結果に基づいたスケナーの実装についてお話していきます。ここでステージアートビーコンプロトコルのエミュレーションによるコバルトストライクチームサーバーの潜入デモというのをやる予定でしたが、時間がないので省略させていただきます。ここでやっていることというのは、IP アドレスの情報のみから、チームサーバーにチェックインして、タスク情報を受信して、そのダミーのデータを返すということをやっています。ただ、先ほどのデモではそうしましたが、今回の目的であるインターネット上のチームサーバーを見つけるという意味では、このビーコンプロトコルのエミュレーションは想像しいというか、コバルトストライクのユーザーに気づかれやすいものなので、もっと静かに実施したいですよねと。また、クライアント認証プロトコルへのスキャンはログイン指向の誤解を招くために避けたいところです。また、誤検知を避けたいということを考えたときに、本手法では開発者と同じアプローチであるステージアプロトコルにフォーカスすることにしました。具体的には、ステージアプロトコルによってビーコンをダウンロードし、そのコンフィグを抽出するまでをやります。一点注意点としては、バージョン 3.5.1 以降では、ステージアを無効にすることが C2 プロファイルの設定で可能です。でその場合には、HTTP と HTTPS、それから DNS のチームサーバーについては、見つけることができません。ただし、無効にした場合には、ビーコンをデリバリーする別の仕組みが必要になってきます。公開されているインシデントや脅威レポートの情報から判断すると、大半のチームサーバーは利便性のために有効にしたままなのではないかなと推測しています。これまでチームサーバー、インターネット上のチームサーバーを見つけるためのリサーチというのはいくつかありました。ですが、どれも HTTP と HTTPS のみで、DNS やエクスターナル C2 には未対応になっています。また、先月からステージアプロトコルを使ったコンフィグ抽出を HTTP と HTTPS については、やるリサーチャーや組織がいてですね、その結果を共有してくれてますが、こちらについては1スキャンごとのパフォーマンスを後で本実装と比較したいと思います。
それではここからコンフィグパーサーの実装について説明していきます。ビーコンのコンフィグはネストしたバイナリ構造になっていて、各コンフィグ値は必ず6バイトのヘッダーを持ちます。 ID、タイプ、それからサイズですね。で、タイプがバッファーの場合には文字列か別のバイナリ構造であるトランスフォームデータと呼ばれるものになります。その中には HDP やプロセスインジェクションに関する設定が入っています。プロセスインジェクションのトランスフォームデータはシンプルな構造ですが、一方で HTTP のトランスフォームデータは若干カオスなところがありまして、そのトランスフォーム値のヘッダーが ID の情報のみなので、各 ID ごとにタイプやサイズが異なってきます。なので、個別に ID ごとに作り込んでいく必要があります。また、トランスフォーム ID が同じでも、異なるトランスフォームデータであれば、その形式が異なってきます。どういうことかというと、HTTP のトランスフォームデータは実際には3つあります。サーバー応答用、セッションメタデータ送信用、それからタスク実行結果送信用です。同じトランスフォーム ID でも、それがサーバー応答の HTTP のトランスフォームデータの中にあったのか、それがもしくはセッションメタデータ送信用のトランスフォームデータにあったのかによって、そのタイプやサイズが異なってきます。なので、それらをすべて作り込んでいくと、割と泥臭い作業になってきます。自分が調べる限りは、この HTTP のトランスフォームデータを完全にパースする公開実装は、今、存在していないと思います。なので、独自のパーサーを実装して使っています。また、このパーサーでは最新バージョンのコンフィグ値にも対応しています。なぜこの HTTP のトランスフォームデータにこだわっているのかというと、後で説明するドメインフロンティングの検出に必須だからです。ここまででプロトコルの仕組みを理解してコンフィグをパースできるようになりました。ただ、インターネットワイドにチームサーバーを見つけていくためには、さらにいくつか考慮すべき点があります。まず一つ目、そして DNS 以外はポートを自由に変更可能なので、ターゲットとするプロトコルとポートを選ぶ必要があります。 HTTP と HTTPS についてはそのための判断材料として過去のインシデントや公開レポートが参考になります。また過去のビーコン検体からのパース結果を公開してくれているリサーチャーの方もいます。ただその検体からの情報だと横展開用のものもあるので、そういったノイズを排除する必要があります。また地道にツイッターで検索したり、先月から公開され始めた多組織によるステージアプロトコルを使ったコンフィチュイスの結果を参考にするのも良いと思います。エクスターナルシーツについては、既存の公開データがないので、とにかく実際にテストして使ってみるしかないと思います。ターゲットとするプロトコルとポートを決めたら、次にそのポートでオープンしている IP アドレスのリストを作る必要があります。リアルタイム性を求めるのであれば、Zmap なんかを使って自ら生成した方が良いですが、省エネでいきたいのであれば、こちらがおすすめですが、サードパーティーを配布しているリストを使います。例えば Rapid7 はリサーチャー向けにそういうオープンホストのデータを公開してくれています。ただ、このサードパーティーのデータを使うとですね、データの更新間隔が長いことが多いので、各自の目的に応じてそれを共有できるかどうか判断する必要があります。そのオープンホストリストを生成するとですね、あとはそれに対して、コバットストライクのプロトコルでスキャンをかけていくわけですが、カジュアルにそのままスキャンしているとですね、ボーダンホスティングの VPS なんかを使っていなければすぐにアビューズが飛んできて契約を切られてしまいます。なので送信元を匿名化しておく必要があります。 TCP ベースのリクエストの場合には TOA を通す、 UDP ベースのリクエストの場合には匿名化 VPN を使います。匿名化 VPN プロバイダーの中にはプロバイダー以外の DNS サーバーへのリクエストをブロックするものもあるので、いくつか試してから判断した方が良いと思います。
それではここからスキャナーによって収集したデータから得られた知見についてお話しします。まず観測データです。観測期間は去年の2月から現在まで、で累計のチームサーバーの数は6336となっています。プロトコル別の割合としては8割強が HTTP と HTTPS、 1割強が DNS、 残りがエクスターナル C2 になっています。バージョン別に見ていきますと、どうやってバージョン別に見ているのかというと、コンフィグ値の情報に基づいて見ています。例えばバージョン 3.8 以下の場合であれば、カスタマー ID であるウォーターマークの情報がないので、もしなければ 3.8 以下、あれば 3.9 以上というように、含まれているコンフィグ値に基づいてバージョンを推測しています。で結果は6割以上、65% が 4.0、 次に 4.1 以降、次に 3.14、 でその後古いバージョンというようになっています。またリーク版クラック版のカスタマー ID がその中にどれだけ含まれているかについても見ていきます。今現在この4つのカスタマー ID についてはインターネット上にリーク版もしくはクラック版が流通していることを確認しています。その割合を足していくと合計で 51% となり、 51% となり全体の過半数を占めることになります。またこの中でカスタマー ID0 というものがありますが、これは通常トライアル版のことを意味します。ただしトライアル版の場合にはバージョン 3.6 以降ではビーコンのタスク実行の暗号化がオフになります。具体的にはこのクリプトスキームという値に1が入ることになります。しかしながらそのトライアル版でさらに 3.6 以降なのに、そのクリプトスキームの値が0になっているチームサーバーがインザワイルドに多数存在しています。なのでこちらについてはクラック済みのトライアル版であると判断して、それをこちらの結果に含めています。こちら1スキャンごとのコンフィグの取得数の推移になります。開始当初 HTTPS の443、ちなみにこれはベルノンポートのみの数値です。HTTPS の443の場合には最初200だったものが最近では800弱ということで4倍弱になっています。HTTP の80については最初100ぐらいだったのが現在は400程度で、これも4倍。で、DNS については100から200の間を行ったり来たりしています。で、エクスターナル C2 についてはもともと数が非常に少ないので、横ばいの状態です。ちなみにこの昨年12月のデータでは、HTTPS の443が約700、HTTP の80が400取れていて、その2つのポートの合計で1100のコンフィグが取れていますが、この結果は他のリサーチャーが同じ時期に公表したデータに比べると条件は少しずつ違いますが、かなりいい結果が出ていることがわかります。なので、うまく動いているでしょうと。最後にドメインフロンティングについて触れておきます。ドメインフロンティングは CDN でのルーティングを悪用するテクニックでして、これを使うと一見 HTTPS の接続先が無害な CDN であっても、実際の通信を攻撃者のサーバーに転送することができます。で、これをやるには HTTP のホストヘッダーを編集する必要がありますが、コバルトストライクではマリアブル C2 プロファイルで指定することによってそのホストヘッダーの値をセットできます。この場合、コンフィグの中では、HTTP のトランスフォームデータにその設定が入ります。ちなみに、4.0 以降では、GUI メニューでのホストヘッダーの設定もできるようになりました。で、その場合ですと、コンフィグ値 ID54 として、そのホストヘッダーの値が入ることになります。今、この例では、
HTTP のトランスフォームデータの中にホストヘッダーが入っています。なので、Mariable C2 プロファイルで設定したのだとわかります。でこの例では、一見その C2 の接続先として、正規のマイクロソフトのウェブサイトが指定されていますが、実際にはこのホストヘッダーに書かれた攻撃者が管理する Azure のサーバーに転送されます。これまで過去の古いビーコン検体の調査によると、ドメインフロンティングのについては、その Amazon のクラウドフロントや Google のアップエンジン、Microsoft の Azure などがメジャーでしたが、Amazon と Google については2年前にドメインフロンティングをブロックしたので、現在はほとんど絶滅状態になっています。その分、Microsoft の Azure が観測期間中のドメインフロンティング悪用のほとんどを占めています。累計で140ですね。でその次に、ファストリーという別の CDN が24件となっています。むしろドメインフロンティングが未だに許可されているのを探す方が難しいぐらいで、なぜブロックしないのかが謎なんですけども、もしかするとそれは、その Azure のユーザーは全て正規のレッドチームなのかもしれません。ただ観測データからは、わずかになりますが、リーク版のコバルトストライクを使っているアクターも Azure でドメインフロンティングしているので、アイデンティティチェックがちゃんとできないのであれば、技術的にできる対策はきっちりやった方がいいのではないかと思います。次にコンフィグ値に基づいた攻撃者のグルーピングについて説明します。モチベーションとして、コンフィグ値の共通点から特定のアクターやキャンペーンに結びつくクラスターを作れないかと考えていました。そのための情報として、2つの情報を使います。パブキーとウォーターマークです。パブキーは先ほど説明したセッションメタデータの暗号化に使われる公開鍵のことでして、元となる RSA のキーペアファイルは、コバルトストライクのユーザーがチームサーバーに初めてログインしたときに、そのチームサーバーのディレクトリーに .cobaltstrike.beaconkeys というファイル名で生成されます。仮にそのディレクトリーが別ホストにコピーされた場合には、そのキーペアファイルは使い回されることになります。なので、公開鍵が同一なチームサーバーは同じ共有アクターによって管理されている可能性が高いと言えます。ちなみにこのキーペアファイルは把握している限りの全てのリークしたコバルトストライクには含まれていないことが確認できています。なので、各アクターごとに固有のデータとして扱ってよいという判断をしています。次にウォーターマークは先ほどから何度か説明していますが、カスタマー ID のことでして、開発者曰くオーストライゼーションファイルと呼ばれるファイル、コバルトストライク .os というファイルですね、から抽出されます。リーククラック版でなければ、それは同一アクターであることを保証しますし、仮にそうであったとしても、レッドチームか攻撃者かを区別することが可能です。それではここからは公開事例のチームサーバーの IOC をもとに、そのコンフィグ値と一致する非公開のチームサーバーの IP を示していきたいと思います。まず最初に、ムスタングパンダと言われる PRC 由来のスレッドアクターが今年の3月にやっていたコバルトストライクを感染させるキャンペーンについてですが、その公開されているチームサーバーのコンフィグから抽出した公開鍵に一致するものとして別の IP が一つ見つかっています。ちなみにこの IP アドレスは資料を作成した時点でアクティブでした。非公開のチームサーバーについては今もアクティブなものが多いと思います。ランサムウェアのインシデントに関しては、各インシデントに対してパブリックキー公開鍵に一致するものがそれぞれ1件ずつ。で、さらにその一つについては、公開されているチームサーバーから抽出したコンフィグの中にあるウォーターマーク、カスタマー ID に
別の19の IP が一致していることが分かっています。多すぎる IP アドレスについては別途 GitHub で CSV を公開したいと思います。また、リーク版、クラック版のライセンスを使っているチームサーバーについても、そういうユーザーのプライバシーを考慮する必要はないでしょうから、そちらについても公開させていただきます。次の事例として、パイクシーというアクターがいます。そのパイクシーが使っているコバットストライクのチームサーバーの公開鍵に別の151の IP が一致しています。で、ブラックロターと呼ばれる GCON ベースのコバットストライクビーコンの実装のインシデントに関しては、公開されているチームサーバーの公開鍵に一致する別の IP が1件。ラッキーマウス TA428 と呼ばれているアクターについては、彼らが使っていたと思われるコバットストライクのチームサーバーから抽出した公開鍵に別の253の IP が一致しています。その他の公開事例については、大半が公開されている IP にはヒットするんですが、さらに別の非公開の IP についてはありませんでした。また、ポートが変則的で当時見逃していたというものがありました。例えば APT41 の場合では、その脆弱性をスキャンするキャンペーンからコバットストライクが降ってきていたのですが、彼らが使っていたコバットストライクのプロトコルは HTTP で、ポートが443。HTTPS じゃなくて HTTP で443を使っていました。なので見逃しが発生していました。今はターゲットとして入れています。また別のキャンペーンでは、オラクルの WebLogic の脆弱性をスキャンするキャンペーンだったのですが、その後に降ってくるコバットストライクに関しては、HTTP の4321を使っていたので、その当時では、見逃していました。で、観測期間中唯一ステージャーを無効にしていたと思われるアクターが、アンカテゴライズド2452、ソーラーウィンズのアクターになります。また、観測期間外の時間が経ちすぎた広域、例えば1年とか2年とかのレベルで昔のものについては、抽出されるコンフィグのデータが古すぎるために、観測データとの関連付けは難しいという結論になりました。それでは発表をまとめさせていただきます。最初にコバットストライクが使うプロトコルの詳細な解析結果を共有しました。自分にはソックの実務経験がないので断言はできないのですが、ビーコンに比べると暗号化されていないかつ単純なステージャープロトコルは検出するのはそんなに難しくないのかなと思いました。次に、ステージャープロトコルのエミュレーションによってインターネット上のチームサーバーを発見する手法の実装について説明しました。観測期間中に稼働していたチームサーバーをごく一部の例外を除いてほぼリアルタイムで捕捉できていることが公開事例の情報に基づいて検証できました。このやり方で攻撃開始前のサーバーについてもデプロイした段階で検出することができます。また観測データからは1年間で6300を超えるチームサーバーが稼働しており、その過半数がリーククラック済みのライセンスを使っていることが分かりました。なので、もしかすると世の中のコバットストライクのチームサーバーの半分以上が犯罪目的に悪用されているのかもしれません。今後の課題としては、さらなる作り込みがありますが、やる気が出ないので放置すると思います。最後に、商用ソフトウェアのリバースエンジニアリングだとか、インターネットのスキャン行為の是非について、問う方がいらっしゃいますが、それに対して自分の見解を先に言っておくと、そういったことはセキュリティエンジニアが判断する必要のないことだと考えています。正直、危機感が足りないのかな。今、コバルトストライクはこれだけ多くの犯罪者によって使われていて、また、商談や選出する、をはじめとした多くの企業や組織がインターネットをスキャンしているという現実があります。この傾向は今後も止めることができないというか、むしろ
今回のリサーチ結果が示したように、この流れは加速していくと思います。だとすると、そういった脅威に対してどう対策できるかを考えることの方が、先ほど言った是非について議論を重ねることよりもはるかに建設的だと自分は考えています。自分の場合はその後者のスキャンのやり方を使ってでも前者のコバルトストライクの脅威の芽を先回りして積むということのが重要だと思ったためにこういったリサーチをしましたが、もしこのやり方が良くないと思うのであれば、皆さんはエンジニアなので、皆さんは皆さんのやり方でインターネットをより安全にするためにとにかく行動してほしいと思います。発表は以上になります。碇ヨハネスです。ありがとうございました。